は俺の番だぜ。なあ中身ちゃん、抜け駆けはなしよ。ねえ、私たちにも手伝わせてほしいの。先代の勇者も仲間たちと力を合わせ剣を作っておったようじゃ。わしらも負けてはおれん。そう、これはあなただけの戦いじゃない、私たち全員の戦い。新たなる勇者の剣、我らの思いもその刀身に込めさせてくれ。私たちの力もお使いください。お前のおかげで俺は贖罪を果たし、マヤを救うことができた。今度は俺がお前の力になる番だ。あなたに見せてあげる、世界を救いみんなを笑顔にするシルビア一世一代のエンターテイメント。エレノアよ、アーウィンよ、どうか見守っていてくれ。お主らの子に勝利と幸福があらんこと。あなたを守ることが私の戦いだと思ってた。でもそれは違ったのかもしれない。あなたと共にみんなを守る、それが私の戦い。騎士として俺は誓う、たとえいかなる敵が相手だろうと、最後まで希望を守る盾であり続けることを。ベロニカお姉様、あなたのグズな妹も少しは強くなれました。だからどうか心配なさらないで、私は勇者様と一緒に戦います。勇者の剣、果たしてどれほどの代物なのか、さあ手に取ってみろよ。共に戦う仲間と空飛ぶ神の乗り物、そして新たなる勇者の剣、ついに魔王と戦う準備が整ったか。なあ、いよいよ大詰めだな。行こうぜ、魔王の城へ。
いい感じね。行きましょう。気をつけて。お楽しみいただけたかしら。参ります。
な恩義受けてみよう。最高ね。上出来じゃな。切り裂くわよ。最高ね。お怪我はありませんか？フェニャちゃん、ありがとうございます。エリア、頼もしいわ。滝川クロウ。あら、もう終わり？
行きましょう。行きましょう。巨匠、ついにここまで来たな。気を引き締めていくぞ。あ、危ない。なんじゃ、何が起こった。さすが数々の軍王たちをほふっただけはある。我が名、蛇竜軍王ガリンガ、魔王ウルノーガ様の居城、この天空魔城の番人である。勇者、非力な人の身でありながら、我ら魔王軍の攻撃をかいくぐり、ここまでたどり着いたことは褒めてやる。だが、お前たちなど、魔王様が直々に相手をするまでもない。ここが貴様ら。